こんにちは、エレファントサイクルです。ちょっとね、いい中古車入ってきましたよ。雨やんだ。今からね、そっち行きます。1、2、1、2、1、軽いわこれだよ。これこいつって今言おうとした、これです。これオールシティのネイチャークロスエースです。映ってるかな。サイズが52です。ちょっとね、今日お店狭くて雨降ってるんで、中井田ちゃん52です。いいですね、52で。まあね、サドルトップがだいたい700ぐらいあれば一応ね52乗れます。これがね、だいたい総額は40万ぐらいって言われてるけど、多分40万いってないと思う。これ僕の感じだと、これをなんと中古で販売しますんで、もし購入したい方は下概要欄にね、というか問い合わせはね LINE でお願いします。で、先に言っときますけど、金額はね25万円以上です。仕様をね説明しましょうか。ちょっとバーテープの処理がね、僕の好きじゃない処理だったんで、昨日ねやり直します。ここね、バーテープは塩ビね、ゴミ箱から拾った塩ビらしいです。レバーいいじゃないですか、これ DI2 のレバーですよ。シングルだけど、油圧ブレーキ、油圧のキャリパーね。これキャリパーなんだろう、これわ、 GRX 入ってる、すげえ。 GRX です。トムソンの100かな、これ100の10度かな。 X4 ステム、イーストンの EA70AX ですね。ホイールは完成車のホイールかな、チューブ入りで WTB のナノ 40C。 これタイヤね、多分交換した方がいいかも。めっちゃ綺麗じゃんこれ。なんでこれ売るんかな、これ僕はね止めたんですけどね、いや売らない方がいいってね、ちょっと5回ぐらい止めたんですけど、もう彼の位置は固かったんで、まあ倫理ですけど、倫理の人生ですけど。もう 38T ね、ウルフトゥースね、いいですね。アルテグラのクランクね、チェーンもあれですよ、ここで動画撮ったやつですよ、 KMC のシングルスペーサーキット入ってますね。サドル、これいいやつじゃない、まあいいやつっていうかハンターですね、薄いやつね。でトムソンのストレートのシートプスです。いやー売っちゃうかこれ、52です。よくね、ここの後ろに、ね、同じフレームがあるんですけどね、52です。これね、売り物なんですかってね、5人ぐらい聞かれたんですけど、いや売り物じゃないですって言ったんですけど、売り物入ってきたんで52のサイズ、しかもペダルつけたらすぐ乗れます。いやー売っちゃうかこれ。いやほんとね、もう売ったら買えないからね。僕はもうガチ止めたんですけど、ガチでっていうか、いやーどうしたもんですかね。もうめちゃくちゃいいよこれ。もう入ってきませんからね、これ廃盤っていうかないし、今後のまあ、裏事情じゃないけど、裏事情も知らないしね、これがあるっていうのも。いや本当になんか最後の宿六ロスなのかなって感じですね。まあもしかしたら9月展示会で新しいの出るかもしれないけど、今のところないですからね。しかもエキセントリック BB でシングルにもできるし、やっぱ軽いよなこれ。だからすごい悩んでて、これ僕がもう買ってお店の試乗車にして僕のコレクションに追加するか、まあでもどうしても買いたいっていう人がいたら譲りますね、その所有する権利を。欲しい人はいっぱいいるんですよ、僕も欲しい。でもね、買いたい人はね少ないんで、そのウォンとかバイかね、バイの人はねぜひお問い合わせください。いやもう一回見とこ近くで一応ね、県外発送もできます。
でも中古車に関しては分割のローンはね金利ゼロでできないんで、まあ、金利お客さん負担だったら全然ローンできますから60回までいいよな。ヘッドセットね、なんかね完成車の方がねいいヘッドセットついてるんですよ。ケンクリークのコラムもね4センチあるし、エンビのエンビよこれ。いやいいよな。9月にテクニックステージ高田でグラベル選手権がね始まるんですよ。まだ多分みんな知らないのかな、ツイッターとフェイスブックしか上げてないから。でこれで出たらいいんじゃないですか、このギアつけてディレラハンガーのこのね部品つけて、1個ありますかここに、僕用に撮ってるから僕用に。いやーもう、まあ、もったいないじゃないけど、どんな人がこれを買うか買ってくれるかが僕はねすごい楽しみで、本当にねいい人に買ってほしい本当に。まあ、みんないい人だけど、悪い人いませんけど、まあそういうことです。めちゃくちゃいいよこれは。ちょっと眺めましょう、しばし。なんか売っちゃうのか、まあしょうがないな。なんかね結構車の維持費がねお金かかるっぽいんですよね彼はね。僕はお金貸そうかって言って、いやそれはいいですって言って、そこは真面目だなと思って。いや本当にねすごい状態が今、彼もすごい丁寧な人な、丁寧なね子なんで、乗り方もうまいし、そんなに大きな傷も入ってないし、だから本当にもうこればっかりはね一期一会なんで、あそこにもありますけど、もし購入するという方はお問い合わせお待ちしてます。欲しい人にいっぱいいますから、買う人をお待ちします。以上です。